ルイコフ一家の品物。クラスのヤルスク人文博物館所蔵、ルイコフ一家は、ソビエト連邦ロシアソビエト連邦社会主義共和国、ハカス自治州のアバカン山脈で40年以上にわたり、イントン生活を送っていた、聖教小儀式派神との家族。1930年代に、ルイコフ家は、他の数家族とともに、反宗教的なソビエト政権から逃れ、 サヤン山脈の大河に入り、その後、長く極めて孤立した生活を送った。1978年、大アバカン川を調査していた、地理学者たちが、偶然、ルイコフ一家を発見した。ルイコフ一家の人々は、現代文明を知らなかった。この経緯は、当時のソ連において、大きな反響を呼んだ。彼らは、小儀式派無主催派のうちの奨励敗道派の信徒だった。 1978年の時点では5人家族だったが、もともとは6人家族だった。2011年9月現在は、アガーフィアのみが存命。アマントゥレイエフケメロボ州知事との交流が継続している。2011年11月15日、政教古儀式派主催派の一派である、ロシア政教古儀式派協会のモスクワ及び全ー氏の不主教コルニーリーは、アガーフィアが、 ロシア正教古儀式派協会に合流したと発表した。彼らは厳密な歴法計算を行い、正確なカレンダーを利用していた。アクウリナは、詩編の読み書きをすべての子供に教えた。彼らは、宗教書を大切に保管していた。ジャーナリストであるワシー・リー・ペスコフは1982年、移行頻繁にルイコフ家を訪れ、新聞。 コムソモリスカやプラウダに一連の記事を発表した。これらの記事は、アガーフィアの森として出版され、再版を重ね、かつ英語、フランス語、ドイツ語、日本語をはじめとする9つの言語に翻訳されている。1951年のハカス語ロシア語辞典のチリオ語一覧には、ルイコフ一家の開墾地という言葉が記載されている。現在、この名称は、 博士自然保護区の一区画の名称となっている。h t t p v e s t i 4 2 r u s o c i e t y 0 a 0 2 3 3 1スラッシュ http://www.newsru.com ロシアスラッシュ 18aug2009 スラッシュ egafia.html http://www.newsru.com ロシアスラッシュ 2gnov2001 スラッシュ lykova.html ありがとうございます。